上越のカフェに内装に緑入れに来ましたよ。もともとこんな感じです。店長の水野くんが帰ってくるまでだね。はい、頑張ります。まずは窓側にすりガラス状のフィルムを入れて目線カットしようと思うんですけど、どうだろう。ちょうどあの緑だけ見えてますね。ね、はい、こっちから見ても駐車場は隠しつつ緑だけ見える空間にしたいななんて思ってます。こんな感じになりました。今度は続いて入り口のところを作っていこうと思います。名原のところとちょっとちょうど良い目隠し感作ろうと思います。というわけで3時間じゃない、何時間やった？6時、8時間今日かな。8時間ぐらいですね。途中ラーメン食べてましたし。いただきます。はい、わけでいろいろやってみました。さあこんな感じでカウンター席も作り、はい、入り口周りもちょっと変わりました。変わりました。で久々のカヌーが復活で、いこんな感じ、ちょっと緑もりもりになりましたよ。天井の方も今回ちょっと緑を入れてみましたよ。コートかけたり、空気清浄機、コロナ対策で外からの出入りを使うとこんな感じ。今回はプライバシーですりガラス風に緑の部分だけ見えるようにしてみました。まあ、軽井沢リゾート風恥ずかしいね、軽井沢って自分たちで言うのちょっと何ですかね、広見たと自然ですね。緑を基調とした感じに生まれ変わりました。で席もちょっと以前増えましたので、よりお待たせすることなくご案内できると思います。ありがとうございます。お疲れ様。お疲れ様でした。サプライズ。ありがとうございました。あと新メニューちょっと。そうですね。今までに上越店ご飯物がなかったんですけども、うん、今回まあ新登場という形でですね、パストラミビーフ丼とガパオライスの方が。おあとつい最近先々週ですかね、ハンバーガーの方も販売を始めましたんで。そうなの。そうなんです。あ、本当ですか。食べた、はい、食べました。顎が外れるぐらいうまかったですね。顎が外れるぐらいうまかった。硬さ表現するだけ独特な表現ですね新しく、はい、無印なんかもできてそんなところも寄りつつ、ね、はい、うちのカフェでゆったりしてってください。そうですね、はい、ぜひ気軽にお越しください。